2048は当時19歳だったイタリア人のガブリエレ・チルリによって2014年3月に公開されたパズルゲーム。アップストアや Google プレイで無料公開されている。またオープンソースとされている。このゲームが発表される以前、グレッグ・ウォールウエンドが作成したスリーズというゲームが2014年2月6日に公開され、アップストアや Google プレイで人気を博した。 それに伴い類似アプリが登場し、1024は特に注目を集めたという。そして、ビオスタジオの1024とセーミングの2048を参考にし、ガブリエレ版2048は作成されたのである。44のマスに数字が書かれたタイルがあり、スライドさせるとそれらはマスの端まで移動し、同時に新たなタイルが出現する。 同じ数字のタイルがぶつかるとにプラスにイコール4、4プラス4にイコール8というように数字が足し合わされていく。最終的に2048のタイルができればゲームクリアだが、それ以後も続けることはできる。また、完全にタイルが動かせない状態になるとゲームオーバーとなる。チルリは2048は、スリーズや1024やセーミングバーン2048をもとに、 していると2048の公式サイトで明言しており、2048を自分の作品とは考えておらず、そのために無料公開しているのだという。また、さらにオープンソースであるガブリエレ版2048から派生したアシュも Google プレイにおいておよそ200登場しているという。しかしスリーズの開発チームは2048を含めたスリーズの 模倣アプリに対して問題提起をするため、公式サイトにおいて、レターツーザリーップオフスという題で14ヶ月に及ぶ開発の過程の公開や、2048を含めた類似アプリを名指しで非難するなどしている。ABCD ニュースウィーク2014年4月29日、5月6日。 ゴールデンウィーク合併号65ページ2014年12月17日、閲覧 ABCDE 人気パズルゲーム2048は、スリーズの模倣誕生秘話を海外紙報じる、ニュースフェア2014年12月17日閲覧、httpfeaturesensoftnic.com、インタビュー with the creator of minus 2048。20 Google Play 2014年12月17日閲覧2014年12月17日閲覧 Nintendo のサイトハット iOS アップ 177147New version of addictive number puzzle game 2 0 4 8 and s e e r i s Chrome Web Store 2048 Game Puzzle for Chrome American s t y l e t h e r e also exist s another type of this game コールド177,147ウィッチーズアクチュアリーユーズドウィズエクスポーネンツオブ3インステッドオブ2の記述が載っている。ありがとうございます。